はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ダリオ・アルジェントの映画の中のですね、ラストに出てくるですね、You have been watching なんとかっていうところのですね、記述についてお話ししてみたいと思います。というのはですね、映画ですね、ダリオ・アルジェントのサスペリアパート2であるとかですね、サスペリアですよね、話が終わってですね、最後のところですね、全てが解決して、タイトルが出てきますよね。その時にですね、なんて出てくるかというと、普通だとですね、主演の名前とかですね、監督の名前がこう下からずっと出てくるわけですけれども、ダリオ・アルジェントのサスペリアであるとかですね、サスペリアパート2の場合どういうふうに出てくるかというとですね、英語版の話をするとですね、 You have been watching という言葉と同時にですね、例えば、サスペリアパート2であればですね、 You have been watching Deep Red というふうに出ますしですね、サスペリアの場合であればですね、 You have been watching サスペリアというのがですね、下から出てきてですね、そこから監督名であるとかですね、キャストスタッフの名前が出てくるという形でですね、今まで他の映画ですよね、例えばアメリカ映画であるとかですね、 You have been watching なんとかというのを見たことがありますでしょうかね。あんまり私は見たことがないんですよね。あんまりというか、ダリオ・アルジェントの映画ぐらいかなと思うんで、ちょっとその辺が特徴的ですよね。なぜこんな風に出てくるなのかということで、なかなかですね、アルジェントといえばこの You have been watching で終わるというところが、そんなところがですね、記憶に残っている方も多いんではないかと思うんですけども、これどうしてこんな字が出てくるのかというのが一つあると思うんですよね。ということでですね、今日はですね、いろいろとこうお話があるんですけれども、You have been watching のこれ訳し方ですね、今日はですね、この You の訳し方がですね、少しについてお話ししてみたいと思います。英語の話、英語の授業ではないんですけどね、You have been watching、これは皆様どうやって訳されるでしょうか。例えば You have been watching サスペリアにしましょうかね。いうことであればですね、文法を思い出していただくといいと思うんですけど、一つの訳し方はですね、あなたは、サスペリアを、見たというかね、いうことでですね、いう言い方もできますしですね、もう一つ訳があるんですよね。これ You の訳し方なんですけど、 You というのは、あなたという意味もありますしですね、もう一つ意味があるのは、あなたたちですよね、あなた方という意味がありますよね。ということで、あなたに対してもこう、例えば一人であれば You ですし、二人以上いるっていうんですかね、あなた方という言い方があるんですが、これはどちらを意味しているのかと、この You がですね、あなたを意味しているのか、あなた方を意味しているのかというところが、今日のテーマなんですけれども、いかがでしょうか。映画館で見るということになればですね、当然こう観客にですね、たくさん、人がいてですね、観客がいてですね、それに画面にあるんですよね、スクリーンに映るということからすると、あなた方は、例えば、ディープレッドを見たとかですね、サスペリアを見たとかですね、カードプレイヤーを見たとかっていうことになると思いますね、いうふうに、訳すのがいいんではないかなというふうに、なんとなくわかるかなと思うんですけど、ちなみにですね、You have been watching というのが全ての映画に、ダリオ・アルジェントの映画で全てが使われてるわけではなくてですね、例えばインフェルノだとか、あれですよね、そういうのもないですし、他の映画にも使われてないんですけど、サスペリアパート2にはありましたしですね、サスペリアにもありましたね。で、あとは、かなり後になっている作品だとですね、カートプレイヤー、デスサイトですね、デスサイトも最後にね、こんなような表記がありましたよね。あとはあれですかね、4匹のハエもですね、このような形で、ちょっと You have been というのとはちょっと違うんですけれども、意味合いとしてですね、4匹のハエを見たと、ベルベットの上の4匹のハエというね、タイトルの、現代のですね、現代を見たというような形でですね、字が出てるわけですけれども、この You の使い方というのはどういう、意味的に言うとあなた方ということで正解だと思うんですけど、これをですね、きちっと明確にあなた方というふうに訳すという、根拠があるんでですね、そこをちょっと今日はお話ししてみたいと思うんですけど、これ You have been watching というのはこれ英語版なんですよね。で、イタリア語版ですね。イタリア語版の映画を見るとですね、この You have been watching、例えばディープレッドの代わりにどうやって書いてあるかというとですね、アベテディストプロフォンドロッソって書いてあるんですよね。これですから、You have been watching というのが基本的にですね、アベーテビストに対応する言葉ということで、いうことなんですけども、このアベーテビストってどういう意味かなということで、この You の、訳し方が決まってくるということなんですよね。で、ちょっと簡単にですね、イタリア語の
お話をしておきたいと思います。まあ、ご存知の方ねたくさんいらっしゃると思うんですけど、アベーテッドというのとビストというの、これが単語が2つありますよね。で具体的に言うとですね、アベーテってどういう意味かなということなんですけれども、これはアベーレという言葉がねイタリア語にあるわけですけれども、これは英語で言うとハブですよね。こちらですね、これをアベーレというんですけれども、これをもともとですねハブという動詞なんですけども、これはですね英語と同じでですね、これはいわゆる現在完了形とかで現在完了進行形という形で使ってますよね。英語で言うとですね、それと同じでですね英語とイタリア語の場合ですね過去形と言いますかね、近過去という言葉を使うんですけども、過去を使う場合ですね、このアベーレと、動詞の過去分詞というねものをくっつけてですね、近過去ということで過去を示すということがねいう形になるわけですけども、そのですねアベーテというのはハブということで、このハブの活用というのがですねあるわけですよね。英語だとですね例えば、過去形というのはハブの過去形がハドですよね。あと現在なんですかね、そういった言い方がありますけどもですね、あとあれですかね、ハブとかハズですよね。S をつけるってありますよね。三人称単数現在とかって言いますよね。I play tennis ですけども、She plays tennis って、プレイズがつきますよね。それと同じでですね、イタリア語の場合、やはり動詞に変化があるんですけども、英語は、非常にね、そんなに多くないんですけど、イタリア語の場合ですね、例えば現在形でも6つあるわけですよね。ということで、ちょっといちいち一つずつ見ていきたいと思うんですけど、イオっていうのがイタリア語で言うと I ですよね。で、トゥっていうのは You、あなたということになります。で、レイとかルイという言葉があるんですけど、これは He とか She という言葉を示します。英語で言うとですね。で、ノイっていうのが、我々ということで We ですね。で、You ということで、あなたたちというのがこれ Voi という言葉を使うわけです。で、ゼイですよね。ゼイリブとかのね、ゼイっていうのはロロっていう言葉を使うんですけども、この6つにですね、活用がね、すべて現在形でも6つに分かれるんで、結構めんどくさいっていうことになるんですよね。めんどくさいというか、むしろですね、ただですね、これ過去、活用があるゆえにですね、このいわゆる主語というのを省略してもですね、分かるわけですね。例えば、I なんとか、例えば、I play tennis っていうのは、私、例えば You play tennis ということでですね、play という言葉が活用がないんでね、主語を言わないとわからないわけですけども、イタリア語の場合はですね、動詞が全部活用していくのでですね、主語を言わなくても、このね、動詞の活用だけで主語がわかるということになるわけですね。日本語の場合だと活用はしないんですけど、なんとなく雰囲気でね、読み取るっていう形で、結構ね、日本語はもうどっち一番ね、こうね、活用がなくて主語も省略できてもなんとなく雰囲気で読むてるという形になると思うんですけどね、ちょっとそういう繊細な、言語だと思いますけどね、イタリア語の場合だと、こういう形で全部ですね、このハブの意味するですね、アベーレという動詞ですよね、それが活用されるわけですね。活用で変わっていくということで、例えばイオだと、これ HO、 英語で言う HO と書きましたけども、これHO はイタリア語の場合読まないので、イオだとオというおという言葉になりますね。ですので、いよ、おですね。で、to の場合は、you の場合です。you ということですけど、to, I。I と言います。h-i。英語読みすると、h-a-i なんですけども、これは i と読みます。で、れいの場合も、これも h-a と書きますけど、あというふうに読むわけですね。れい、あ、るいあですね。で、のい、あ、びあも。ぼい、あ、べて、ろろ、あんのですね。これも h を。言葉は読まないので、アンノというふうに言います。で、ですのでですね、これ、アベーレというのが、この場合ですね、アベーテというふうになるということになるので、これはボイ・アベーテという言葉がいいわけですね。ボイというのはですので、ユーなんですけども、あなたたちということですので、このアベーテという言葉を使っているということは、もうこれ、あれですね、相手が、要するに、ユーの複数形だということになりますので、このアベーテというのはもう、ですから英語に直すとですね、これはあなたたちというふうに訳すということになるわけですね。イタリア語がこういう言葉を使っていて、それが英語になっているわけですので、あなたたち、you というのは単数形ではなくて複数形だということになるわけですよね。で、こういう過去形で、近過去の作り方なんですけども、英語とほぼ似ててですね、このハブというのは動詞というよりも、この後のですね、過去分詞と、を合わせるような形で助動詞として使われているということになりますね。ちょっと難しくなって、今日難しくて申し訳ないんですけどね。助動詞が、あってですね、その後にこのね、
例えば見るという言葉であれば、これをね、あのベデーレという言葉がこれ動詞なんですけども、ベデーレの過去分詞がですね、あのビストという言葉になります。したがってこの過去分詞、あのアベーテという、あのいわゆるですね、アベーレの活用でですね、まあ、ここがあってですね、ビストということですから、まあ、英語に直すと、まあ、You have been watching と言いますか、まあ、もしくはね、You watched と言いますかね、あのそれに近いのかな、まあ、あなたたちは見たというふうにするか、あなたたちはちょうど見終わったところだというかね、まあ、そんなような、まあ、ちょっと微妙なですね、あのぴっちりと完全に対応するわけではないんですけども、過去形って英語の場合ですね、過去形ってこうそんなに種類が多くないですけど、イタリア語の場合結構ね、あの何種類かありますのでね、まあ、そんな形で考えていただければいいと思うんですけども、まあ、アベーレとベデーレを合わせてですね、あのハブと、ね、あのウォッチングということになるわけですね。で、ベデーレというのは、ちょっと一応活用だけやっておきますと、ビストというのはこれあの、いわゆる過去分詞なんですけど、あの不規則変化といいますかね、あのいう形になります。で、イオだとこれ、ベデーレの場合、ベードですね、トゥベーディ、ルイ、ベーデ。ノイ・ベリアモ・ボイ・ベデーテ・ロロ・ベドノという形で、まあ、活用するということなんですけれども、まあ、こちらね、あの過去分詞という形でビストということでですね、まあ、あの映画で言うとですね、ビスタ・ビジョンだとかですね、あのビスタとかですね、まあ、そういう言葉を使って、ビズっていうのはビジブルということになりますね。あの英語でありますよね、ビジブル、見えるとかね、あのビジョンとかもそうですよね、テレビジョンのビジョンですね。ということで、ベデーレというのは見るということで、まあ、使われますよということで、まあ、まさにですね、アベーテ・ビスト・プロフォンド・ロッソというのは、まあ、ちょうどですね、あのビストが見るということで、アベーテというのは、まあ、あのいわゆる、アベーレのね、あの助動詞として使われているということになりますので、まあ、あのこのような形で言えると言いますか、こういう形がまあ英語になって、英語版は You have been watching という言葉を使っているということになりますよね。はい、ということでいいでしょうかね。で、ちょっと一応ね、あの文例だけ一つ言っておきますけど、例えば、まあ、例えば I Bist Quest Film っていうような文章があるとしますよね。これはあのクエストっていうのはまあこのですよね、あの、まあ、This ということになります。フィルムはフィルムですね、映画ですね、まあ、このフィルムは、まあ、I ですから、まあ、どこなのかなというところで、あの I というのは To ということで You ということを示しています。ですので、あなたはこの映画を見ましたかということをね、あの I Bist Quest Film という形で、まあ、質問をするということですね。そして、まあ、はいでしたら、まあ、see とかね。だから、まあ、例えば、この映画を見ましたかということで、まあ、例えば、I Bist Profondo Rosso とかですね、I Bist、なんすかね、Suspiria だとかですね、まあ、そんなような形で、まあ、Suspiria を見ましたかとか、Profondo Rosso を見ましたかというような形でね、まあ、使えるということですよね。ということでですね、まあ、ちょっと豆知識というかね、あんまりこう使える知識ではないのかもしれませんけどね、要するに You have been watching ってなんかよくわからないなという、どうしてこんなのが出るのかなという方がいらっしゃるといけませんのでね、まあ、ちょっと今回はちょっとそんな形でですね、あの、英語版とイタリア語版を対比させてですね、あの少しねお話をさせていただきました。まあ、こんな形でちょっとイタリア語の方もですね、あの勉強していただければですね、まあ、よりこうアルジェントをね楽しめるんではないかなと思います。はい、ということで今回は終わりにしたいと思います。